アサンプション大聖堂地図アサンプション大聖堂は台湾国のバーアンラック区にあるカトリック教会の大聖堂。オリエンタルホテルから小道を挟んで南にある。1809年、当時のバンコク近辺を管轄していた宣教師であったパスカル神父によって1500バーツの基金が集められたことに歴史が始まる。翌年には、 フローラン神父によって土地の購入のため250バーツが集められ、1820年までに土地の購入が完了し、教会の建設が開始された。建設が完了したのは1922年。これ以降はアサンプション教会はバンコクのカトリックコミュニティの中心として機能することになる。大聖堂の建設は1910年に始まり8年を完了した。 第二次世界大戦中には空襲の影響を受け教会が破損したため、1942年77,200バーツの金額を費やして修復作業が行われた。1984年にはローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世の訪問を契機に、この聖堂を中心とする教会に万国大司教区が設置され、タイにおけるカトリックの中心地となっている。 聖堂はロマネスク風の外観である。特にタイのノートルダムと呼ばれるチャンタブリーのイマキュレートコンセプション聖堂の影響を受けている。赤いレンガが特徴的であり、ドラマや宣伝のロケなどに使われることが多い。基本的に、ミサ時間は観光などの目的での聖堂内部訪問が許されていない。また、信者以外のブライダルチャペルとしての利用も許されておらず、 信者でも有力者でない限り断られる傾向にある。ありがとうございます。